皆さん、こんばんマーティンダーの脈ボイキングです。ある小学校1年生の1年生のルーティーンを紹介します。1日のルーティーン。まずご飯、起きて朝ご飯食べて、それから登校します。登校しました。おはようございマーティン。下駄箱、まあ揃えて並んでます。2階にあると長い廊下、手前が教室、まあ組があります。組ないところもあります。単式とか複式とか組式とかいろいろあります。先生が集まって、おはようございます。まあ出欠を取って、さあ授業です。まず1時間目、例えば国語、教科書を読んでくれる人、はーいって読む人、じゃあ指名してこういろいろ読みます。まあ緊張しますね。授業の休み、短い休み時間あります。遊びますね。好きなことをお話ししたいとか。2時間目は算数です。まあ解説したりするなど、なんだか先生気分になるそうですね。長い休み時間は校庭ダッシュ、一緒に遊びましょう。何でもいいです。3時間目音楽、歌ったり鍵盤ハーモニカの練習、懐かしいですね、はい。4時間目は体育、今日は何するかな。私の嫌いなマット運動、ドッジボールね。マット運動は大変ですね。ドッジボール好きですね。さあお待ち高め、給食の時間です。給食当番さん、準備始めるよ。焦らないようにね。手洗いうがい、ソーシャルディスタンスですね、はい。順番並べておかずやスープ、当番3人を添ってもらいます。そして皆さんでいただきマーティンって言って、美味しい。おかわり1番、おかわりもあるんですね。給食といえばおかわりがつきもの。じゃんけんで、じゃんけんふーん、ハッピースたくむだよ。そしてお昼の後は掃除の時間です。当番、決められた当番でお掃除しましょう。はい、机下げちゃうよ。昼休みはまあ校庭で遊んでますね。全学年で楽しみですね。5時間目は特別授業、英語の先生がやってきて、Good afternoon, everyone! とし、まあ、ドキドキしながら自己紹介します。先生はどこから来たか、クイズですね、いろいろ。それで、これで今日の授業は終わりです。先生の合図でみんなで会議の支度を始めます。宿題をまとめ、それから連絡、お知らせ、先生のお話終われば、会議の会、皆さん、さようなら。そして、名札をつけて、学童に行く人もいれば普通に下校する人に行きます。学童ではまあ宿題をしたり面講したり外で遊んだりします。おやつは何だろうな、楽しみですね、はい。また明日ね、バイバイ。というわけで動画も以上、バイバイ。